ズです。今日はですね、エジプトのスフィンクス3つの謎を解明していきましょう。スフィンクスってご存知ですよね。エジプトのピラミッドのとこにある、あれですよね。頭が人で体がライオンってやつですね。いわゆるキメラとか書いてありますけど、合成獣のことです。よろしいですか。このような合成獣っていうのはメソポタミアの壁画とかで見つかってます。メソポタミアっていうのは世界最古の文明と言われてます。今のところですよ。5000年前にできた。まあでも、これ他の記事でも言いましたけど、1万年以上前の文明の遺跡とかが見つかってるんで、まあ、世界最古ではなくなると思います。近い未来にっていうのも変ですけどね。スフィンクスの謎。3つの謎っていうのは、作り方ですよね、まず。それからいつ作られたのか、作った目的は何かということですね。これ一個一個見ていきましょう。ですね、これ作り方なんですけど、要するに人力で、権力者が一生懸命作った、権力者が奴隷を使って一生懸命作ったって言われてますけど、これはちょっと間違いだなと。いいですか？それはピラミッドは確かにそのように作ったと壁画からも思われるんですけど、ちょっとですね、スフィンクスは違うんですよ。ですね、スフィンクスはどうやって作ったかっていうと、謎なんですよ。謎なんだけど、頭以外の部分に関しては、ピラミッドってこう組み合わせて作ってありますよね。四角い石をいっぱい組み合わせて。積み上げてじゃなくて、スフィンクスっていうのはそこにあった山を削って作ったものなんですね。なんでどうやって作ったかも何も運んだんじゃなくて、そこにあった山、岩山を削ったんですね。で、多分頭だけちょっと別物になってるんですけど、別物っていうのは石が全く違うものなんで、頭だけ後で取り付けた感じになってるんですけど、これは僕の予想ですけどね、頭取れちゃったんですよ、多分。だから頭の部分だけまた後で上に乗っけたんですね。だから作り方っていうのはそこにあったものを削ったってだけです、ただ。じゃあいつ作られたんですかっていうと、これがすっごい謎で、どうやら、ピラミッドが作られるより前にそこにあったっぽいですね。カフラー王っていう王様が作ったって言われてるんですけどね、ちょっとね、状態を見ると違うっていうのが分かります。説明すると、口で説明するのちょっと大変なんでね、これ記事読んでください。URL 貼っときます。ごめんなさい。じゃあなんで作られたかっていうと、ですね、これはなんで作られたかっていうと、謎です。ただ多分、もともとあったんで、そこに岩山があるの変ですよね。だからそれを彫刻にしようって思ったんですね。石切り場にピラミッド作っていくと石切り場が残るわけですよ。ピラミッド用の石を切り取った山ですよね。でそれを彫刻にしようって単純に思ったなと思います、普通に。でもこれは推測でしかないので、もし今聞いてくださってるあなたの意見があれば、ぜひコメントください。ただちょっとこれね、スフィンクスって本当に謎なんですよ。めちゃくちゃ大きいし、スフィンクスを作った理由っていうのは、いろいろね、予想できると思います。天体観測の装置とか、さっきそこにあったから作ったって言いましたけど、天体観測の装置であったり、ピラミッド自体がオリオン座のベルトの部分の配列に非常によく似ていて、だから天体観測の機械とかね、言われるんですけど、実際のとこはよく分かりません。また、ピラミッドの作り方と一緒に合わせてお読みいただければなと思います。それで、これに関しては本当に僕の予想でしかないので、当たってるかもしれないし、外れてるかもしれません。意見があればぜひ聞きたいなと思ってます、逆に。ぜひお聞かせください。はい、では、終わりますね。ありがとうございました。失礼します。